カービン銃ギャング事件とは、1954年6月に発生した事件。カービン銃事件とも呼ばれ、アプレゲール犯罪の一つとされる。被害者らの拉致に使用された、車犯人らの潜伏先犯行に使用された、カービン銃など。カービン銃は、小型化のために重傷が切り落とされている。1954年6月13日、複数の強盗犯が保安庁技術研究所の 会計係長夫妻をカービン銃で脅して、夫妻を新宿区四谷の主犯の兄宅に監禁。6月14日、7枚の小切手1750万円相当を作らせ、横浜工銀川崎支店で95万円余りを現金化。6月16日、監禁場所を西尾木窪に移し、残額の現金化のため連れ出された係長が、 有楽町の日通営業所で友人と談合中、隙を見て、有楽町交番に保護を求め事件が発覚。警視庁は、係長夫妻への事情聴取で、体格や手口が似ていることから、強盗の前科がある保安庁元隊員、KO を全国に指名手配した。6月22日、主犯王と共犯だった A が、富山市で逮捕された。7月5日、王と共犯だった B が、 台東区浅草山野の旅館で逮捕された。逮捕直前まで B と一緒だった C は逃亡していたが、その後丸の内署に自首した。王は、元東映女優、ジュンミス銀座である愛人と共に逃亡していたが、7月21日に潜伏先で王の故郷にほど近い大分県、大分軍裕の平村鹿島行住吉屋で発見され、大分署員に逮捕された。 犯行に使用されたカービン銃は、延岡駅で、鉄道荷物の布団包みから発見された。王は、熱海市の元会社社長の男性を殺害した、殺人罪も加わって、起訴された。1958年6月7日、東京地裁で、死刑判決。王は控訴し、東京高裁では、無期懲役。さらに上告したが取り下げ、伏罪した。 王は25年間の服役を経て、1978年に仮釈放された。後に王は著書を出版している。著者名は出版の際に用いた名義である。ありがとうございます。